寺、お寺の中入るとあれは一人で、ちょっと先の方まで参道の方は歩いてみても面白そうですね。14分なのかな、なんか9時かなってなってるけど、 Google の情報だと。うわ、でもこれ久しいことか、あれこれなみたいでお寺は書いてある、天才実際ついてる。あー、なるほどな。じゃあ先にちょっとちらっと見ていこうか。ちょうどまとめの時期と重なって営業してるんですよ。中にか入って帰るのが1分でしてるんだ。なるほどね。一人ずつの対応なんだ。なるほどね。あ、あ、おおおお、おおおお。昔からないとか、後から作ったって感じじゃないですよね。おお、えっとね、しっかりだ。向かないとしかしないな。よいしょ。よし、食ったかな。反対側に取った入れ方かな。どうしよえ、意外とちゃんと観光名所だった。意外と今までのできた木の中で八百屋並みに一人だけあるな。なんか、あの、スペインもちゃんと、なんか、餅がいっぱいあるかな。うわぁ、すごい。こりゃ狭い。おぉ、ぶっぶっぶっ狭い。シーバーだ。あ、そっか、桜とかね。あ、こっちはこっちなんかあるんだ。姫餅。あれだぁ。え、はい。熱がまたいでる。すごっ。え、スノーバーがここで、これが、え、全部、餅の行列団？すごっ。え、そんなすごいの？これ。あの、行列並ぶの嫌いな山田さんですけど、さすがにこれ、気になるな。おお、大丈夫かな。おお。さすがに気になるな。え、こんだけ行列できとるってことは、多分これ目当てで来るようなところなんでしょうね。こんなね、あれですよね。やれ、ナンバーが21で、四日市駅と一緒のところで、ああだこうだと言ってね。そんなね、生半可ですらない知識で、来るところじゃなかったかもしれない。
結構ちゃんと、ちょっとこのボタンマトリとちょうどかぶってんだ。ちょうどドピークの、ちょうどここにド繁忙シーズンなんですね。なるほどな。いい時期に来たな。連休中は通行止め。おお。ボタンまた、あ、なるほど、参道でやってんだ。じゃあ、ちょうど本当に。反対側の方でわざといてもいいか。ちゃんといた方がいいか。うわ。これよ、ははは。なるほど、通行止めにもなるわ。でね。ははは。目の前に見えるのは桂木山か。子供たちの店とか多いですよね。まあパッと覚えてくるのはそこですけど、お伊勢さんのね、すごいとこになんかすごいのかなんだこれ。ガチだとそうか。歩き回った後だとちょっとしんどいぐらいの距離ではあるけど、まあまあまあ、ずっと歩き慣れてはいますからね。なんか看板出てましたね、玉屋。あ、でっかい門が見えてきた。あれが大間寺なのかな。あ、こんなとこだよな。わきゅうて、相撲発祥の地。あ、相撲発祥の地なんだ。あ、それで相撲館とかあるんだ。あ、立派だ。すごい。何だったこれは。はい。眠らして。門前さん、ああ、すごい立派だ。ここら辺取りだとちょうどいいですね。あ、で、ここは、あ、そうだ、カップに構わんですね。カップにどこどこ入って構わんの違うんだ。
になるのかな。あ、ここは角に入って、あ、田中さんのことか。あ、電話ください。田中は角になって絶対どうかあって、よし、せっかくだからちょっとなんか見ていきましょう。よいしょ。